ヨハン・シャバート、ヨハン・ショーベルトは、ドイツ出身のフランスの作曲家、クラブ参奏者。レオポルト・モーツァルトからは疎ましがられたが、モーツァルト少年に、フランス風のロココ趣味を植え付けた、超本人として、重要な人物である。ショーベルトの記事については、確かなことがわかっていない。フリードリヒ・メル・キオール・フォン・グリム男爵が示唆した、ところによると、おそらく、 シュレージエンの出身だが、あるいはクリスティアン・シューベルトが言うように、ニュルンベルクの出身かもしれない。少年も、また不確かで、1720年頃、1735年頃、1740年、頃と、様々な説が出されている。1760年に、パリに行き、コンティコー、ルイ・フランソは一斉に使える。鍵盤楽器のためのソナタ集をいくつか作曲しているが、 そのほとんどは、一つ以上のオブリガート楽器が添えられている。他に、チェンバロ競争曲や公共曲、オペラコミック、レギャルド、シャッセイル・ブロケニエールがある。少年時代のモーツアルトは、ショーベルトのソナタの楽章を研究して、自作に反映させ、クラビーヤ競争曲、第2番の第2楽章として、クラビーヤとバイオリンのためのソナタ作品中の中らにを編曲して用いた。 ショーベルトは美食家であり、1767年の夏に毒キノコを食用キノコと誤って家族と共に取り、亡くなったという、ありがとうございます。